アブドルカリーム・カーシムは、イラクの軍人、政治家で、イラク共和国初代首相。父はスンナ派の軍人、母はシーア派の農民であった。1926年にバグダードに移り、1931年には優秀な成績で中学校を卒業した。その後、小学校教員を務めるも、1年で辞職した。陸軍大学校に入学し、 1936年に卒業した。その後1951年にはイギリスの陸軍士官学校を修了した。その間に第一次中東戦争、第二次中東戦争に従軍した。イラク革命後に制定された国旗。クルドの黄色い太陽やアッシリア人の赤い星などが含まれ、カンシム政権の政策を象徴する1958年。 アーリフ兄弟の弟アブドッサラームはアーリフ大佐と共に自由昇降団を結成し、クーデターを主導した。ハーシム王政を転覆させ、共和制を樹立した。自ら首相、国防省、軍最高司令官を兼任し、アーリフ大佐を副首相、内省、軍副司令官に任じた。共和制樹立後、直ちにバクダード条約を破棄し、王政時代には、 反体制派とされてきた共産党員を釈放し、クルド民主党の指導者、ムスタファー・バルザーニの帰国を許した。政権内部の権力構想を折りしも、アラブ世界はアラブ社会主義の絶頂期にあり、イラクにおいてもアラブ連合共和国との統合問題が重要性を持っていた。この問題に対して、政権内部ではアーリフをはじめとするナセリストの統合推進派と、 カーシムを中心とするイラク第一主義の慎重派に分かれていた。最終的にこの権力闘争はカーシムの勝利に終わりナセリストを基盤とした統合推進派は逮捕されアーリフラは人民裁判により処罰を受けて罷免され投獄された。これには1956年からイラク共産党やカーシムの属する国民民主党と 国民連合戦線と呼ばれる共同戦線を組んできたバーストも反発し、バースト地域指導部書記長のフワード・リカービーは閣僚を辞任してバーストイン・サッダーム・フセインらと暗殺未遂事件を起こしてシリアなどの外国に逃れた。その後カーシムは政権の支持基盤を共産党に求め農地改革をはじめとして経済政策に共産党路線が強く反映された。 このような要求的な態度に対し、政権に参加する民族主義勢力や軍部の反発を招いた。カーシムに反発する軍の一部は、モースルでクーデターを起こしたものの、すぐに鎮圧された。その後、クーデター同調者は一部の武装共産党員によって、残殺された。モースル放棄の後、共産党は政権に参加し、3名入閣させるに、至った。 失脚、バースの政権賞を悪殺害された、カー無外交的にもイラク石油外車利権区域の90%の国有化措置やオペック設立会合をバグダッドで開くなど先鋭的な路線を打ち出し、1961年に独立したばかりのクウェートに対する領有権主張は、同年7月のイギリス軍の最中流と、同年8月のサウジアラビア、ヨルダン、スーダン、 エジプトからなるアラブ連盟平和維持部隊の展開を引き起こした。このことは西側諸国のみならず、イラクの台頭を心よく思わないアラブ諸国との対立を深めた。ついに1963年2月8日、アフマドハサン・アルバクル巡将を率いるバースト将校とナセリストがクーデターにより政権を掌握した。カーシムは2日間にわたり抵抗したものの、 翌9日に降伏し、即決裁判により処刑された。ガリーブ、エドマンド A、ドーア・ティ、ベスケー・ヒストリカル・ディクショナリー・オブ・イラク、ラノム、メリーランド・オックスフォード、ザ・スケア・クロー・プレス、リミテッド、2004、ピアニッシモ、104、コフリン2005、ピアニッシモ、24、25、フェルクスラッグレッド・スラッグレットスラッグレット2001、ピアニッシモ、59、73、 ありがとうございます。